イメラジオ第7036回今日は令和6年11月12日火曜日です時刻は午前1時半真夜中の1時半普段寝てる時刻なんですけど今日はイメラジオの放送してますね横浜の夜景も今明かりが少なくなっているそんな時刻ですまあ、少なくなっているとは言っても朝までずっとついている光もありますから キ、まあ、キラキラはしていますね誰も通らない車も人もいない交差点の信号機が赤青黄色と変わっていますね地平線には半月オレンジ色になっていてもう丹沢の向こうに沈むようなそんな佇たずまいですよリスナーの皆さんももう今頃お休みで明日の朝 この放送をお聞きになるかもしれません。明日っても今日か。今日の朝に。さて、7036回目。今回は、維新は斎藤候補を応援すべし。この夢ラジオで、斎藤候補は、まあ、知事だったときに、まさに維新が目指す公務員改革、憲政改革、これを実行しようとしていて、 球体前とした県職員、県議、そして彼らに乗っかったメディアに潰された。そんなふうな話をしております。そして維新は、松井、橋本の二人が言っていたように、斎藤さんを応援すべきだったんだ、最初から。そしてそれを貫くべきだった。ところが維新がひよって別な候補を立てた。 ま、清水候補ですね。そういう状況になっています。そして今回のテーマ、維新は斉藤候補を応援すべし。その通りですよ。前回の選挙で維新が応援して斉藤さんが通った。そこには自民党も乗った。まあ、自民党と維新から応援受ければ、これはもうその時点で通った。もう当然ですよね、関西では。 で、今回、自民党は独自候補は諦める。そして、維新はというと、参議院議員をやっていた清水さんが候補として上がった。とはいえ、この知事選が始まるに及び、立花さんの参戦もあって、様々な情報がくっきりと明らかになって、この斎藤知事は悪い人ではなかった。というより、維新の当然、そのままに、 改革をやろうとした、そういう人物だったことが浮かび上がってきました。今、斎藤候補の指示はどんどん広がっています。ここ、横浜にいても、兵庫のその熱気は、様々な映像から伝わってきますね。もう斎藤候補がどっか練り歩くって言ったら、その商店街が満員になって動けないほどだ。これだけの動員力を今、斉藤さんは見せているんですよ。 そして維新。この清水候補は、どれほど維新とつながりがあるのか不明ですが、応援演説にデヴィ夫人を呼ぶような、そんな候補です。そしてデヴィ夫人といえば、北朝鮮ズブズブのお方ですね。そんなお方を応援演説に呼ぶこと自体、この清水候補に対しては、もう大きなハテナがつく。国益を何と考えているんだろう。 日本の主権を何と考えているんだろうしっかり考えたときに、デビさんなんか応援演説に呼べるわけないのに、こう思わずにいられません。実際、この辺の事情には気づいている維新の、例えば大阪の富義市議、あるいは兵庫県の富義市議、こういった人たちが、もう維新は清水候補を応援していると知っていても、 独自に斎藤候補への応援に入っている。こういうことが今、どんどん起きつつあるようです。維新は、表向きは清水候補を応援していても、その大阪の府議とか市議、そして兵庫の府議と、県議とか市議、こういった人たちがもう自分の判断で斎藤さんのところに応援に行ってる。それは当然で、もし維新で、その維新の理念に共感して日頃政治活動をしているんだったら、 明らかに斎藤候補に、その、今、共感を寄せて、そして応援をするはずだからなんですよ。それは正しい。維新は斉藤候補を応援すべし。そうなんですね。清水候補は、デビュー夫人を呼んだ、という、そういうこともあって、全然、指示は広がらず、もう今の時点で、 元々はなんか三教、つまり稲村、斎藤、清水と言われてましたけども、三教にも入らず、稲村と斎藤の一騎打ちの要素清水さんはもう、外れてしまいましたね。すると、清水に入れても、どうせ死に票になると。それだったら斎藤に。どうですか清水さんに入れても、どうせもう可能性がない。だったらその死に票になるよりは、 同じ維新の方を確実に向いている斉藤さんにその通りなんですよ。で、それもあって、不義や死義が斉藤さんの応援に入っているし、そして次、兵庫で斉藤県政がもう一回スタートすれば、その時応援した方々というのは、その斉藤県政とつながりを持つことができます。まあ、ちょっと悪く言えば、恩を売っているわけですね。将来のために。 いいんじゃないですか政治とはそういうものだから。稲村と斎藤、この二人の一騎打ちになりということですが、最初は稲村さんの方がよほど支持が高かったんだけど、この週末に大体拮抗し、そして今週にはもう斎藤が逆転して、やがて今週末にはぶっちぎりのになっていくだろう。これは、 立花もそう言っているし、N 国党のね、私もそう思いますね。今のあの広がりを見たら、組織票とはいえ、勝てないと思う。あの熱気を見たら、組織票とはいえ、立ち打ちできないと思います。労僧ですよ。稲村さんの背後にいるのは、立憲民主党や国民民主党の、その労僧を背景とした組織票で、 外国人の参政権を認めるとか、あるいは、あの、これまでの県政を引き継ぐとか、もうゾッとするじゃないですか、あの、井戸県政20年またやるんですかと。だから、斉藤さんが、今ここで改革をやめたら、元に戻ってしまう。そう、稲村候補になったら元に戻るんですよ。あの、赤字出しても知らん顔と。そして、県の OB が、 なし崩し的に65歳って決まってる定年をどん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 上に上げていってどうせ外郭団体の仕事なんかやってやしない。そうだね。時代遅れなんです。立憲民主党や国民民主党なんかもうとっくの昔に時代遅れなんです。ここは左翼なんですよ。組をバックとする。その左翼の組織票で今回の兵庫の県知事を選んでいいのか。答えはノーと決まっておりますよね。 維新は斎藤支持に回るべきです。そしてその維新の力でもう一回斎藤さんを押し立てて、で斎藤がやろうとしていることは維新のラインとまさしく沿ったものなんだから、これは維新の党、党にも、通りにも叶うわけですよ。党の利益にもね。今回各党の党首は全然兵庫県入りしてないよね。 自民党は、その、独自候補を出してないから入らないにしても、じゃあ維新は、清水候補に、吉村さんが入ったんだろうか応援に。馬場さんが入ったんだろうか応援に。私は聞いてないですね。あるいは、吉村さんが言ってない。馬場さんが言ってない。うん。じゃあ、例えば、稲村さんは、立憲民主党とか国民民主党だったら、野田さんが、立民の、 あるいは玉木さんが国民の兵庫に入ったなんてやっぱり聞いたことがない。もう玉木さんは今不倫問題で手一杯ですよ。どこの党首も入ってない。共産党もなんか独自候補いたような気がするんだけど、田村さんが入ったとも聞かないですよね。だからそれだけね、今回のその兵庫県知事選っていうのは歪なんですよ。各党党首もちょっと兵庫入りするのをためらうような、 大事な選挙であるはずなんだけどね。そういう、そして立花の声だけが響いてる。そして斎藤の人気はどんどん上がってる。いいことじゃないですか。注意しないといけないのは、投票用紙に立花と書いてはいけないですよね。立花さんがいくらかっこよく見えても、今回は斎藤さんと書くべきです。立花は、その今回は県知事になりたくて立ったわけではありません。しかも立花自身ですね、神戸に家借りて、 この選挙が終わった後も斉藤知事が当選するだろうから、それをサポートする側に回ろうという、そんなことも考えているようです。いいことじゃないでしょうか。維新は斉藤知事を応援するべきです。